どうしました？コンタクト忘れたんですよ。何も見えてないですからね。と見えない。何も見えない。もうあそこの文字とか何も見えないです。スーパーコンコルドって書いてあるあのデカデカとした字も見えないです。あの僕この番組始まって一番の早番引いたんです。記念に残しとこうかなって思って。鉄さん何番だったんですか？あ、めっちゃ早くない？すごい早い。いつもこの俺ずっとあっちの方に、今魚宅さんがあの辺にいるけど、あの辺に僕いることが多いんで、まあ中入ってみんながいるとこに行こうみたいな。先頭で入るの初じゃねえかな。さあ、今日は久しぶりのねレギュラーメンバー、前回陽介さんだったんで、今回鉄さんと水木と俺ということですが、俺ちモバイル抽選忘れまして、一般当日抽選ですね。66、一見すると早いんですけど、もう多分400人ぐらい入ってます。今ちょうどそのモバイルで受けた人が入り終わるぐらいですかね。でもうすでに2人は、はい、入場してます。タドットドゥンドゥドゥタドットドゥンドゥン、あーあーありがとうございます。お願いします。あーあーあれなんすかなんすかなんすか、すごいノリノリだったんですよ、さっき一人で。タドットドゥンドゥドゥタドットドゥンドゥン、あーあーなに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 、えこれエスポワールに連れてかれるやつじゃないの？うんね、お前売られちゃうやつかこれ。何？え？ありました。ああ、教えてもらえればなと。ああ、全然いいですよ、いいですよ。わかりました。よし。いつかにシャリディで。はい、ねえ、打ったことないんで教えてください。はい、わかりました。おはようございます。お帰りなさい。すいません、前回はあのお休みいただいちゃいまして、あの代わりの陽介が、あのいやいいっすけど、はい、ちょっと待って、理由がユニバだろ、はい、いやユニバっていいんすよ、はい、ミリオンゴッドだったらまだしも、はい、そっちユニバだったらまだしも、はい、ユニバーサルスタジオでしょ、ジャパンの方、はい、ね、ちょっと待って、しかもだぜ、なんかこの先のスケジュールすいません、ずらしてくれませんかって来たわけ、はい、ね、DMM の人から、はいはいはい、どうしたんですかって、テッさん、なんか子供の誕生日とぶち当たったみたいって、ね、あのおー、ちょ、待て待て、おー、おーってなったよ、俺は10月ですよね、あのスケジュール見て仮押さえってなってたんですけど、息子の運動会だったんですよ。運動会だ。で、あの、相談して、仮押さえじゃねえから、押さえだからよ。俺がどれで苦労してそれ動かしてんか、これやろ、てめえの子供のガキのクソガキのお前運動会なのに、俺がどれだけ頭下げて変えたと思ってんか、バカ野郎め。すいません、いや、だってさ、いや、なんでそれしたかって、はい、前回みてえな、はい、汗ばっかかいてるジジイ来られても困るだろう。なあ。だからあの本的には俺やれたって言ってたんだ。水木をよろしい目で見ながらずっとしてんだから。やっぱハーハーしました。結構ハーハーするんですよね。この番組は地域貢献のために3人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆様に超豪華プレゼント。でもあれはあれですげえ楽しかった。あ、良かったです、良かったです。楽しかったです、それで本当に。はい、でも一応プラスで終わってくれたんで、陽介さん70玉くらいでしょ、はい、まあでもプラスなだけ僕よりは全然マシですけどね。じゃあお休みした鉄さん、あ、じゃあ回しましょうか、はい、はい、じゃあいきまーす、お願いします。なんか何やってるんですか。うわー、マジか。30なんで3万。え、これやっぱ毎回俺ちっちゃい数字出たこと見たことあんまないですよね。ないですね。特に鉄さんが回したときは大体3人、あ、ちょっとずれちゃった。でもそろそろ来るんじゃないですか、いっぱい出る回。一番来てない人が言わ、まあ、ないですけど、ごめんなさい。まあ俺も前田さんが言えた気味じゃないですけど、はい、そのそろそろに期待していいんですか。ねえ、はい、でもイニシャルギアで3万だったらありますよ、全然。何回もあります、一撃3万以上は。え、すごい。あります、50何連とかやっぱしてるって言ってた。え、すごい。60連に壁があるんだよ、俺ほんと。50何連は何回もあるの、はい、60を超えたことがないね。おー、でも分かります。1回休みが入ったことで、はい、まあその流れっていうのは確かに、もしかしたら何か変わったかもしれないです。確かに、あの、汗ばっかかいてるジジイが、はい、もしかしたら変えてくれるかもしれない。いい流れにすごかったもんな、俺ほんとたまに思い出すもん。あー、どっちが正解か分かんないよ、分かんないよ。
かんない。俺それ見てないから分かんない。そのだった。すごい、すごかった。本当面白い。本当面白い。ちょっとオンエアを楽しみにしてます。これが DMM の考える地域貢献なんですか？お二人とも初打ちですか？完全初打ちでございます。へそで2ゴロ当てます。まあ、直行もありますけど、はいはい、まあ、基本的にはそこで時短になります。時短になります。はい、100回200回、あるいは6万なんぼ、まあ、無限ですね。はい、その振り分けられた時短の中でもう1回2ゴロ当てるとらしいんですね。あ、じゃあもう要は引き戻しが突破系に近いですね。突破型です。はい、じゃあ引く前250を2回引く系ってことですよね。そうですね。はい、で右に入ると ST が70でしたね。70回、27分の1を70回でして、なんで継続は94ぐらいになるのかな。なんか数字で聞いてるとすげえ続きそうっすね。おイニギーは僕その原作もわからないもので、はい、アニメとか漫画はご存知の方いらっしゃらないですか？あ、ちょっと私もわからない。わからないイニシャル D は、はい、俺よりだから鉄さん世代じゃないですか。鉄さんとこがっちり好きなやついっぱいいました。ですよね。だから僕ちょっと車がよくわからなくて、はい、そのあそうなんなんか峠の話って言われてちょっとわかんねえなーっていうので流れちゃいましたね。設定が群馬なんですよね。群馬、はい、あ、そうなんですね。群馬県主人公の藤原匠は、まあ、はい、豆腐屋さんの息子なんです、はい、豆腐屋さん、豆腐屋さんで山の上にあるホテルに毎朝、はい、豆腐を届けるあー、はい、仕事でで、はいはい、まあこれもう昭和の頃さね、はい、昭和、はい、中学生の頃からその車でいかにその豆腐を届けるかっていうのをやってるうちに、はい、ドライビングテクニックが身についてってことです。あ、なるほどなるほど。だから藤原匠君は決して走り屋ではないです。はいはいはい、そうなんですね。爆速で配達する人だったんですね。そうですそうです。なるほど。ミニで唯一知ってる情報はこの匠君の彼女いるじゃないですか、夏希、はい、ちゃん。あ、それ話しちゃいます。これね、俺アニメ1話目を見たんですよ。で、その、まあ、車が欲しい、高3になりました、はい、で車が欲しい、まあ、免許取れる年齢じゃないですか。で、おそらく取ったんでしょうね。車が欲しいな。だから夏休みに俺はガチガチにバイトするんだ、はい、で、いくらぐらいになるの？あのガソリンスタンドでバイトして休みなく働いて12万円ぐらいかなって話をしてるところにその夏希が来るわけですよ、はい、で、ああ12万円なんだって言って後に学校終わったら、はい、おじさんと車に乗ってるシーンが出てくるんですよ。なんかガソリンスタンドでバイトする、一生懸命バイトして12万円ぐらいなんだって友達が話したんだと、はい、もう私何回か会うだけで30万円もらってるけどいいのかなこれって。じゃあ夏希、君にはその価値があるんだよっていうシーンが出てくるってそれは主役の彼女さんなんですよね。その時はまだ付き合ってない。その時はまだ付き合ってないんじゃないかな。え、じゃあパパ活女子なんですか？そういうことになります、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあビッチなんですねで、ところによると、はい、X がうまい。え、どういうことそういう設定らしいですよ。あ、そうなんですね、はいはい、え、そんな話したんですか俺刺激強いとか僕がなんか思い描いてたか男同士のなんとかみたいな話だと思ってたんですけど、パパ活女子そで、そのちょっと、まあ、お金持ちに囲まれて育った女の子と付き合うんですか？ただなんか付き合った後も辞めるって言ってたけど続けてたっていう、むちゃくちゃないのも出てくるらしい。いや、なかなからしい。なかなかなんですか？俺読むの嫌なんですけど、パパ活女子制服着てるからもしかしたらないだから車が好きな人は結構好きな漫画なんだね。そういうわけでもないですか？まあ走り屋ですよね。走り屋そっちですよね。だから限界領域ってなりますか？ SUV とか全く出てこないですか？出ないですね。なるほどまあこの頃にしかパシロとかも流行ってたと思うんですけど、はいはいはい、そういうの一切出てこないんですよ。あ、暑いんですか？あ、もう赤い時点で暑いじゃないですかこれ5速まで行くと発展するんですよ。5速今2速、はい、で1から2は行くんですよ、はい、2から3と3から4がなかなかいかないです、はい、で行きました。3から次もう1回行ったらむちゃくちゃ暑い。暑い、はい、5速まで行く可能性が極めて高いです。あ、はい、行きましたってなるとおそらく5速まで行くと思います。行きます、はい、行きました、はい、行きました。トラブルした。必ず D アイコンがもらえる。そのアイコンがあるとバトルまで行くってことですか？絶対行きます。
って引いてください。こう言うと1個もらいました。でこの後その窓に発展せずに手が出てくると、はい、あ、来ました、来ました。これは変えてくれます。数あるいは色を変えてくれます。なんか熱そうですよ、はい、3つ、3つ白3つでも、はい、まあ、銀3つでも、はい、3割ぐらいありますよね。お、3割、3つってなかなかないんで、はいはいはい、全然当たります。でバトル中にこの銀が、あの、のいずれかが赤だったり、はい、あるいは金に変わることはあります。熱いです、熱いです。あれ、僕赤保留出ました。え、赤保留もめちゃくちゃ熱いです。バトルは必ずいきます。で1個目のまずアイコン使って、はい、でここで抜いちゃえば当たりです。抜かれ、抜けない、抜けない。あれ、僕レインボーだったんですけど。え、これレインボーじゃないの？あれ、今のレインボーじゃないの？あれ、ごめんなさい、見間違い。レインボーっすか？レインボーっすよね。あれ、幻まで見えるようになったんだ。レインボーも分かんなくなっちゃった。じゃあ、まず水着、はい、はい、2つ目、今度2つ目、2つ目ここで抜ければ当たり。抜けない。この色も変わんなかった。変わんない、変わんない、変わる気配もない。変わる、お、なんか卵が変わった。これが書いてくれます。これが書いてくれます。必ず書いてくれます。赤になりました、赤になりました。白、銀の赤で相当熱いよ。熱いんですか？まあ5割全然超えてます。へぇ、ただやべえ、ツッコミか。弱いんですか？あの、藤原ゾーンがめちゃくちゃ熱いんですよね。り、銀が2個と金が1個あります。あー、ダメ。いや、それクソ熱い、熱い。もう金が入る時点でレインボーだったじゃないですか。こっちダメでした。銀銀金、銀銀金です。 70.5%、 70.5%、 はい、熱。まず水木が外しちゃいました。はい、決算ですね。当たったですね。あ、でなんか1個目使います。はいはい、ゼロカウンター。あ、これ女の子の走り屋もいるんですね。います、います。女の子の走りやパチスロの方だと結構熱いって。あ、そうなんですね、はい、パチンコの場合はね、相手あんま関係ないです。へぇ、関係ない、はい。このアイコンとかの方が重要。全然重要です。なるほど。で、そこから出る技で一番強いのが、はい、アイコン使って出る時の一番強いのが、あのプシュンってなって藤原ゾーンって。あ、プシュンってなって、はい、藤原ゾーン。それってもうほぼもらえる。わかりました。次なんか 金消化っす。地元スペ、あ、これだ、これだ、俺ネットで見たことある。あの、飛ぶんですよ、地元スペシャルっつって。ここやっと、あ、おお、低い、あ、当たった、当たりました。あ、だーす、53回転ですね。早い。ほら、やっぱ陽介さんが変えてくれたよ、いい流れに。ありがとうございます。だから水木がいやらしい目で見られたのも無駄じゃなかったんだよ。でもなんか、でも行く前に結構不安がってたんですよ、そんな。俺大丈夫かなって言ってたら、あ、大丈夫大丈夫、あの、魚拓さん任せておけばもう本当にうまくやってくれるから、本当に任せて大丈夫だよって。そっか、分かった、じゃあ頑張ってくるって。え、でも俺のことなんか一つも見てなかったっすよ。あやの上半身ばっか見せてるな。なんか代打で行くのもあれだけど、胸借りるつもりで頑張ってきなって。いや、そう、違う胸借りてますよ。そんなだったのか。ちょっと早くオンエア見たくなってきて。みんななんかね、あのディレクターの方もそのえ面白かったっすよっていうから、じゃあちょっとこれだけは俺胸に秘めておこう、墓場まで持ってこうと思ったら、これだけ言っていいですか。はい、もう陽介さんでよくねって話は一瞬出ましたよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。それ言っちゃいます。それ墓場まで持ってって欲しかったっす。それそれは持ってって欲しかったっすね。俺それでだってコメントとかでもそのオンエアの時それ書かれてたら僕ちょっと泣きますよ、さすがに。今日のこの感じ、はい、100のはずはないよ。あ、なるほど、200は選ばれる。俺はじゃあどっちにベットします。さすがに200以上にベットしますよ。今これカジノで、カジノだったら、カジノ、あの変なやつの時間は何回でしょうみたいな。のもしね、まだがその勝負賭けがあったら200以上にベットしますよ。え、水木、100にベットします。100に
だけにベットしますか。いやだって相手がテツさんなんですよ。なんだろう、なんかムカつくんだよな。信用されてないな。いや、マイナス8万発は信用されない。まあ、そうです、確かに。いや、俺前回の休みですのそこ打ったと思うよ。そうなんです。いや、もうこっから上がってくると思う。確かに。俺むしろ水木がやばいと思う。あなたなんだかんだ言ってますけど、4000発ですからね。でもプラスですよ。結構危ういですよね。あの同じマイナスになったらもう言わせないですよ。ね、なんだ、私の方が負けてないって、うるせえばわかる、負けてんじゃねえかって なっちゃいますからね。いやでもプラスですからまだ。今ね、まだね、今ね、ま、だ俺今日で溶かすと思うよ。俺そこに全財産いきます。でも意外と当たってるかもな、その読み。先生あと何回ですか。あと1回です。あ、来るぞ来るぞ。俺はもう全財産かけていくから、はい、いやもうスカンピンですよ、これ外したら100回で終わったら。じゃあこれでどうやってるんだ。お世話にかかっちゃう。あ、ほら言ったじゃないですか。よかった。俺もう門なしじゃん。一門なしだよ。スタッカですよ。マジかよ。すいません、なんか何もねえそんなの、え、期待に応えなくていいんだけど本当に。すいません、いつも通常運行です。鉄なんですよ。でも流れが変わってるとしたらこの後すぐ当たりますね。あ、そうですね。いいよいいよ、来てくれ。さ、2速から3速に上がりにくいって言ってましたね。2から3、3から4が上がりにくい。3から4が上がり、4まで行っちゃえばほぼ行きます。4まで行っちゃえば、はい、あ、4行きました。あ、じゃあであれば絶対とか、まあほぼ5行きます。なるほど。あ、行きました。はい、オッケー。おー、赤と金、熱っ。赤金の2個です。赤金です。しかもブチュン来ました。おお、赤金 88.4%。 88.4%、 はい、なんかブチュンってなりましたよ。ブチュンってなってイケメンが今藤原さんも来ました。はい、それはもういただきっすね。あらす、え、生まれ変わってね。お、鉄さん、僕ですか。確かに。次はじゃあさせるんじゃないですかね、時短で。あれ、いましたかね、鉄さんの。とうとう時代が、時代に追いついたんですかね。時代が追いついたんですかね。これ騰落か。よっ、 え外れましたけど。お、戻った。復活あるとするならば、はい、ある、まあめったないですけど、はい、だから、あ、すごい、このストーリーはフィクションでありって出ました。はい、おめでとうございます。すごい。ほら危ないよ、みずきちゃん。みずきちゃん、これ4000発溶かしちゃうよ。ねえ、もう溶かしじゃないですか。我々と同じクラスに入ることになるよ、これ、ね、なんだこれ。ブチュンって頼む。ヨタクさん、かけた瞬間、もう全財産ないです。また丸裸かよ。かける全財産もう財産もないですよ。どうなってんだいつよ。本当に俺の時代来たかもしれないとか言ってましたよ。そこ年までそう思ってました、はい。100だとなかなかやっぱ難しいですね。30% ぐらい。30% か、きついですね。そろそろ当たってくんねえと、俺もうもうちょっと2万だぞ。あ、私もなんですよ。リアイコン獲得しました。お、いかなかった。あー、こっかな。1個のまま、1個のまま発展。このままのが2個よりいいんですよね。まあ、2個よりはね。いや、ただ色変わってくれねえか。あー、緑。さあ、銀のまま、リアイコン発動。完成ドリフト。マジかよ。全然抜ける気しねえ、これ。おっ、おぉ、すごい。こんなことあんだ、結構弱いやつでも当たるんですね。クソ弱いやつ。いや、こんなめったないですよ。当たった。よかった、魚拓さんが何とかしてくれる。魚拓さん頼み。まさかまさか当たりましたわ。俺の時代は来ないから大丈夫。さあ、では時短行ってまいります。
いってらっしゃいませ。ね、魚拓さんが当ててくれて、ラッシュ入れてくれて、60連ぐらいさせてくれて、グズグズ、はいはい、グズズズ、ずいぶん人並みになったなお前。クズじゃなくて、久しぶりに。やっぱ頼れるところは頼って生きていこうと思いました。当たってくれていいと思うんだよな。なんかすごい音しません、魚たくさん。さあ、これ俺いけ、よし、もう一個、よし、上がってきた。熱いっすか？これは熱いっす。お、タイムが赤。これは魚拓さんが当ててラッシュ入れてくれる長ですね。40回転でさ、これは当たってもおかしくないやつだぞ。あ、お激推しだ。また激推しでそんな外すわけないじゃん。復活パターン。あ、復活だ。おお、素晴らしい。よし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 。やっぱり魚拓さんが、やっぱそうですね、やっぱり最初的にそうですね、そうですね。おぉ、グズ2人やめてくれよ。俺今年19,000円。おめでとうございます。ありがとうございます。初の60連超え。あ、そうですね、はい、狙っていただいて新記録されたためば、グズは人のハードル高くするのよな。いや、せっかくなんです。どうせならね。そうね、あの、はい、まあ、やっぱりあの僕らはほら打ったことないから当てることが第一目標ですけど、はい、私さんはもうこう、もう記録があるね、記録更新を。今水木さんは何回は、あ、もう330回ってるか。はい、確率の向こう側へ行ってます。ダウンヒルの時は、2、4、6、10どれかは分からないと。あ、ラウンドが分からないです。はい、4ラウンドですから。おお、いい音する。はいはいはい、保留で。はい、サクサクいきます。あ、ミッション行った。久しぶりの。お父さんが伝説の走り屋ってどういう気分だろうな。あれ、赤だ。あ、それはもう行きます。行きます。はい、あ、金色落ちちゃった。一個。金一個。金一個です。金一個。でもこれ銀です。銀。色を変えるか増やしてるかするんで。OK。おい。一番、はい、一番ダメな、はい、あ、赤ホール。あ、あれ、これ好き見たの。ストーリーですか。ストーリー、やべえ、突っ込む。あれ、なんかしかもなんかエフェクトが赤いんすね。シャンシャンシャンって。ダメ。あ、プチュンってなった。お、あ、そうそうそう、これですか。これが藤原さん。はい、むちゃくちゃ熱いです。でも銀2つですよ。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、藤原ゾーン行ったら大丈夫。7割ぐらいでしたっけ。いや、もうほぼ当たりを、ほぼ当たり、こんな熱いんですか。あ、お、すげえ、すごい、すごいぐるぐるしてる。いきます。よし、やった、よし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 、長かった。347回転、
これで時短刺されたらもうまた俺もう何もできないですどうすればいいですか僕それ。やっと当たりました。あーよかった。なんかでも VS 高橋涼介すげえ長いんですけどこれ赤かって出てる。あ、熱そう。なんかさっきからずっと熱そうなんですね。あんじゃねこれ3人3人一緒に席の同時当たり。おーおーおー、すごい。なんかすごい強いリーチだったのかな今。やった3人同時当たり。あれこれ3人同時ラッシュもあるんじゃないですか。ありますね、全然あります。投水が、21.5 本、僕17本、俺が19。まあみんなで6万ぐらいですかね、3万。そうですね、6万弱。1人5000発抱えればもう。何これ当たったんですか。え、嘘。これ多分、これ何で当たったの。いや、当たったの。なんか当たってるんですけど。こっ、グズ、はい、お前自分、はい、自分のライブ上それは分かってくれ、はい、当たってました。ああ、はい、はい、入りました入りました。いや、これ覚醒モードなんで多分へそで当たって、はい、おそらく655。あ、なるほど。多分そのなんかあるんじゃないですか、そういう仕組みが。やった。じゃあ、当たった。当たりました。おそらくその右であったらもうラッシュいってるはずなんで、はい、あ、そっか。あの覚醒ってことはへそで当たり、たぶんですよ。だから2ゴロ2回引いてたってことっていうことだと思う呼吸ないです。じゃあ2個当たってるうちの1個は 13% 取ってたってことになるんですか。じゃなくて、その、うん、あれじゃないですか、時短中のへそ当たりだからもう OK なんですか。そういうことか。いや、OK じゃない。あ、OK じゃない。そうじゃない。そうじゃない。たぶん、右で当たらなきゃいけないんだよ、はい、でもへそで当たったからその保証として無限にっていうことなのかもしれない。たまたま無限に取ったのかもしれない。最近あのへそ落ち保証みたいなのあるってありますもんね、時短回数が多いみたいな。よかったね、100だったらもう終わった、アウトだったよ。あ、本当だ、よかった。いいな。ラッシュいったら平均がね、確か14連です。14連平均が。おー、7。で、俺は10連いきました。すげえ、もう10連とか。10連、10連です。早っ早っ。危なー、200でも終わってました。助かった。あ、青ホレになった。時短中よく終わったの初めてかも。テンパりもしねーラッシュやりたいな。やりたいですね。鉄板やりたいな。なんかこのさっきからのこのカイ君しか出てこないですよね。やっぱ相手ってあんま関係ない。相手はあんま関係ないですか、ね、なんかえのきさんばりに強いのかなと思って。完成ドリフト、さっきなんか音聞こえてたんですけど、魚拓さん完成ドリフトで当ててましたもんね、うん。めっちゃハマるじゃん、全然にごろ当たんないじゃん。あ、でもなんかちょっと特殊的になりません、そこでハマると。あっと、おえ、どういう当たり方したの。え、普通に完成ドリフト、全然何もなくて、あ、具沢さんもこういう当たり方したよねって言ってたら当たりました。何回転、何回転だろう、69回転です。やったー、ラッシュ取れた。え、じゃあ3人ラッシュ、ね、3人ラッシュみたいな。すごい、なかなかないですよ、こんな、こんなこと初めてですか。まあ、私まだ時短中ですけど。その26連の時点で標準は何発ぐらいなんですか。1461。ハリーポッター乗ったんですよ。ハリーポッターに乗った。乗った、あ、この間ですか。そう、一人で。一人、頼むお願いします。うわやっとラッシュできる。素晴らしい。あ、よかった、やっと当たった。やっとラッシュできますね。やっとできます、うん、あ、こっから頑張んなきゃいけない、うん。